皆さんこんにちは、メガミックスです。バイオハザードビレッジ、前回死んだところからやっていきます。これはね、左でこれやって先進んで、ちょっと後ろを振り返ってる余裕がないんで、こいつに落とされて痛い。これさ、完全食らってるね。まず血出てるもんね。これは避けたか。で、下に落ちましたと。木箱があって、よそで気を取られて死んでしまったんだけど、取れないんだよね。取れるもんなら取りたいんだけど。一応ささっとだけ見とこう。パパッとライス。ほら。で、しゃがんで、ちょっと待って、しゃがんだとすぐ立っちゃうんだよね。まったくよ、噂通りの仕事だな。待って待って、上から針が来てんじゃん。まさか俺がお前の。無理。うわ、ちょっと待って待って、どっちこれ。そんなところが退屈しちまってるからな。そんじゃ派手に内臓をぶちまけて盛大なフィナーレの幕開けと。どこ行けばいいんだ。いったアメリカ。わからん。死んだ。で、ここまで来た後がわからん。木箱。そんなところが退屈しちまってるからな。いた。全然ダメだ。盛大なフィナーレの幕開けと行こうじゃねえか。おお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 ハンドガンの弾ハンドガンの弾とか完全にもう潰れてんだろ使い物になんないと思うんだけど、これあれからやつとしてはもう死んだと思ってんのかな。でもまあどっかでちょっと遭遇するよね。一応地図的なものは見れる。便利だ。これは骸骨。あ、ここにもあのトゲトゲがある。ここはトゲのあれだね。ん？音がするけど。アイテムはなしかな。大丈夫かな。進んでいこう。扉。鍵を外す。あー、でここに出てきたのか。なるほどね。でももうこっちに行くしかないっちゃないよね。先へ。え、ちょっと待って。これ下げられない。下げようとしてやつが出てきた。これが開けられたってことはやつらにはもう気づかれるよね。あの扉が開けられたか。もしやイーさん生きているっていう感じ。外、明かり。また村か。これはこれ何て読むの。何畑。こっちちょっと覗いてみる。これ何なんだろうね。凍ってる。なぜ村人をこんな目に。あ、もったいない。てか L2 のさ、こう押し込み具合がだいぶ変わってんな、プレステ5になって。あ、違う、分かった。ハンドガンの時はすぐパッていけるけど、ショットガンにすると構えるのに L2 が重くなる。ちょっと分かるかな、意味が。
力を入れないと構えらんない。すげえこれ。これの時はさっといける。もう軽く押すだけで構えができるけど、ショットガンはちょっと力を入れないといけない。すげえ凝ってるわ。まあ、これはちょっと実際に触ってみないとわからないところではあるんだけど、何言ってんだお前ってね、なるかもしんないけど、そうなんですよ。おえ、あ、お待ちしておりましたよ、ウィンターズ様。お前なぜどこから出てくんだ。この村ではあなたはもう有名人ですからね。噂じゃ娘さんをお探しだとか。確かにこちらの城は怪しい雰囲気ですな。ああ、お前もな。私は商いをしているだけ。ここで？ああ、申し遅れを。デュークと申します。いかがです？武器に弾薬、傷薬、欲しいものは何でも提供しましょう。いいね。ああ、ようこそ。おほー、これはまた見慣れない品ですな。アイテムを売却しよう。結晶のかけら2000円で売れるんだ。結構高えな。もう売っていく。とにかくお金にお困りで。回復薬も売れんだ。結晶化した頭蓋、これ安っ。意外に安かった。ジッパー人からげにはなりますがね。あ、ハンドガンとかも普通に売れんだ。ショットガンも売れる。これは威力とか何を使っていくかだよね。初期の方で手に入るやつだから最終的には売っちゃってもいいと思うんだけど、まあ、ここら辺の回復薬とかもちろん取っておいて、地雷もまだ取っておこう。で、武器をカスタマイズするかって言われたらアイテムを購入したい。で、アタッシュケース全然足んねえわ。キービック、これなんで0円なのかっていうと、最初の初回特典だから回収しよう。0円で買えるようになりますか。お持ちになるのも当然です。回復薬も0円で、この弾も0円。何発、ちょっと待って、何個かこれ30発、30セットじゃないよね、さすがに。で、これは15発。いや、もう使えるものは使っていく。だとこれなんかついてたんだけど、これ何なの。これがあなたの力となります。改造パーツを装着します。はい、なるほど。先っちょに取り付けられた。これなんだ。ショットガン用改造パーツ、連射速度が大幅にアップする。へえ、ライフルの弾があるね。スナイパーライフル。あ、レシピ、合成レシピ。マジか、レシピを買わないといけないのか。え、ショットガンの弾が合成できるようになる。これ絶対必要でしょう。うん、ちょっと今弾とかを買ってる余裕がないね。そうするとこれ9000円で、微妙に足んねえわ。3000円はちょっと残しておく。さっき玉なんとかなったかな。これちなみにさ、一発150円ってことこれ。30発買ったらさ、めちゃくちゃ高いじゃん。4000円くらいするよ。一発、本当に一発1000円だよ。貴重すぎるだろう。で、火力は十分で、武器をさらに改造できるサービスを始めましてね。いきますか。ラクーン君ついている。8000円って高すぎるな。何もできねえわ。6000、3000円で連射速度がいけるけど、ハンドガン、所詮ハンドガンだからな。装填速度、まあ安いね、やっぱり。しかもなんかガムテープ取り付けられてるし、このハンドガン。まあとりあえず3000円じゃあ取っときましょう。素敵な旅になりますよ。ありがとうございます。では俺は行く。ちょっと見よう。弾自体45発になってるか。でキーピック1、ショットガンの弾がさっきプラスで購入したんで、それなりだな。よし、ハンドガン中心で。全然心もとないけどね。いきますか。あ、ここに商人って書いてある。馬車寄せ。中はうっすらと光がある。開いてるところがまた
すごいよね。あ、ここ正面だったんだ。城の中、ドミトレスク城で帰れない。ひどい。こっからスタートなんだね、城って。で、多分城探索しているうちに多分襲われたんだな。で、なんかあのベッドのところに連れてかれた。サンレジュ、ベイラ、カサンドラ、ダニエラ、覚えられん。どなたが好みでしょうか。で、本があるんで見ましょう。レドニック様納品、男一女さん、ミランダ様、奥様との会談、デューク様商談。あ、これは予定か。ミランダの予定かな。一応ナイフにして。ゲッ壊せた。さて、どっち行く。でも、デュークはデュークでさ、またあの変な部屋にいたよね。500円。よし。このランタンも持ってっていいと思うんだけどな。反応がない。で、村はまたちょっと一回戻る感じかな、そうすると。ここら辺のイベントを終えて。開ける。一応、それなりには、場所は分かってんだけど、消えろ。首を切り落とす。敵は出てこないかな。どうだ、ハンドガンの弾。ちゃんと覗いて、宝石があるかもしんないからね。これは壊せない。てか、このナイフもだいぶ強いな。なんか見た目もさ、なんていうの、使い込まれた大ぶりなナイフだからさ、あんまり性能は良くなさそうなんだけど、頑張ってくれてる。もちろん。ん？え？な、何？最初に来た時はここは何もないのか。ガシャーってね、なんかなった気がするけど。というか、どこへ行く？仮面を与えよう。ちょっと待って待って待って、イベントが始まった。ローズを探してる。あ、なるほど、それでこいつが出てくるのか。みんな何かの能力者なんだね。こいつはでも3人いる。容赦なさすぎだろ。男の血。いない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 。めっちゃ高速で連れてかれてんだけど。なるほどね。お母様、新しい獲物よ。気の利く娘たちだこと。そしてこいつか。さあ、見せてちょうだい。まあ、これはイーサン・ウィンターズ。弟のバカらしいゲームから逃げおせたよね。それじゃあ、吟味させてもらおうかしら。はい、お母さん。うわ、痛い。香味が抜けてきてる。なら早くいただきましょう、お母様。ダメ、私が捕まえたの。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。それが済んだらたっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。待て、やめろ。さあ、痛々しすぎる。やめろ、離せ。何をするんだ。口の利き方がなってないわね、イーサン・ウィンターズ。待て、下ろせ。おい。
自動ドア、ハイテクだ。視点移動。なんかある？あ、なんかある？どうなってんのこれ？いや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 でしょう。うわー！うわー！マジか！どうなった？これ。お前も相当だぞ。うわ、それでさ、これで治るのがまたすごいよね。いや、いた、こんなのさ、どんだけすごいんだよこの回復薬。イーさん、ちょっとお前の人生はマジでミアに会ってから相当狂わされてるぞ。前回よりちょっと痛々しいよね。でこっから始まるのか。これ動かせないんだよね。クリムゾングラス、これは取ろう。結構高値で売れたから。でそうすると次はもうあのハエ女みたいなやつとの戦闘になるから、それまで敵出てこなかったよね。でこれもまた例の体験版の城か。なるほど。まあ行こう。でここキーピック、キーピックってなくならないよね。使うとなくなるとか、マジか。1個か、そういうシステムか。まあせっかくだから使いましょう。手に入れたんで。代わりに何がある？ショットガンの弾、まあ悪くない、4発。よしよしよし、いいでしょう。所詮ただでもらったものだ、有効活用させていただく。そうするとキーピックがちょっと重要だな。あんまり場所を取ってもね。3900円。なんかバイオ4ほどこまめに金は手に入らないね。あんまりでも敵を倒してないからかな。バイオ4はもうマジでかなり敵を倒せるんで。で敵が結構アイテムを落とすっていうね。ただスクラップ大して使ってないからな。一応残ってるっちゃ残ってる。ショットガンの弾が作れるようになったみたいだけど。え、薬液なんて使うの？マジか。でも15発できるのは結構でかい。ガンパウダー、ちょちょ、15発持ってるってことで出来上がるの3発か。うん、まあこのまま行こう。でこれ拾ってガチャーっと。で間をすり抜けて女の人。三姉妹ってさっきの三姉妹？もしかして。クソが、この野郎、ね、これは壊せない。よく振る勇気、振る勇気じゃねえ、振る力があるよな。ガチャ、薬液でここにある、知っている。かけら、かけらそれなりに高く売れるから。けどは多分汎用性がある。ローズがどこにいるんだ。性っていうか一般アイテムだな。お宝っていう感じではなく、どこにでも落ちてるもので、まあここに多分仮面をはめろっていうとこなんだろうけど、今は持ってるわけじゃないので。あ、ここちょっと待って、こっから来たんだっけ。まだあるね。マジか。今のところ敵は出てこないはずなんで、鹿の頭とか。っていうかあれどっから出てきたんだ。ガチャ、
鍵外してこれでこっちに来れますと。お、ガンパウダー、よし、オッケー。これでもうないね。あれどっかでしょ、なんかここら辺の横から出てきたのかな。まあいいか、あと行く場所。これ何の間、視点の中、四天使の間か。ロビーもアイテムがあるけど、ちょっとこっち側はいけないからな。まあまずはここに行こう。ほうほうほう、また会いましたな。早かったな。ジュー君、ここで何を。商いは場所を選びません娘さんは見つかりましたかな。いや、もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。そうでしょう。ドミトレスクか。ねえ、いかにも彼女の部屋へ行けば見つかるやも。それはそうと、何かご入用では。また見るだけでしたらご自由にどうぞ。アイテム、結晶のかけらが2000円で売れます。ジッパー人からげにはなりますがね。クリムゾングラスも売ります。これもう完全に換金アイテムなんで、地雷は少しちょっと有効活用したいよな。銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格でね。あ、これもし取ってなかったらここで買えたよっていうことか。ナイフとかも売ってんだ。なるほどね、それは優しいよね。その、あ、ショットガン取ってなかったってなったら売りに出されてるっていう。まあ逆に言うとタダで手に入れることができたんで、それはありがたい。ハンドガン用パーツじゃなくて連射速度か。ショットガンの連射速度は結構重要だからな。ただまあ威力も上げておきたいっていうのはあるけど、いかだっけ、8000か。560が640。ハンドガンってもともと生きてたの。あ、これがベースになってんな。100。あ、強いな、やっぱり。5発分がもう6発分くらいになるのか。で、連射速度は多分、あれを買わなきゃダメ。装填速度も重要なんでね。でも 2.8 が 2.6 ってどうなんだろう。金があるわけじゃないんで。あ、装填数か。5が7になるのは結構いいな。でかいな。悩みどころだね。まあまあまあ、まだちょっと初期状態でいこう。すべては投資の一環です。素晴らしい、良い取引でした。何も買ってないけどね。よかったのか、それで。で、迷宮模型、工場、丘、水車、鉄塔。あ、水車みたいなのあったな。もしかしたら鉄塔とか見えたのかもね。今古城にいるってことかな。じゃあ2ページ目があったな。模型は可動式、金属球を終点に導く勇気、人骨が収められている。ほうほうほう、どれ。あー、なるほどね。弾を置くと多分こういろいろ動いてなんかどっか行きますみたいな。まあここはね、リュウ君のところは基本的に安全なはずなんで、なかったらここに逃げ込もう。少しもうちょっと見て回りますか。え、誰、デュークの声。まあ、ここはまあアイテムがあるんだけど、ちょっと何も取れないんで、ロビー見たいな。ちょっとロビー行こう。こっち行けないのか。あれ、こっち扉だったっけ。あ、向こう側から施錠されている。で、ここがロビー。ああ、でもなんかこの謎を解いて、まあもしかしたらアイテムが手に入るっていうことかもしれない。そのアイテムがあるのは分かるけど、今取れるものなのかどうかが分かんないって。ここにあるんじゃん。取ろう。よし、 OK。 でこれ多分奥行かないと無理なはずだから今はいいや。で、さっきの3姉妹かな。この野郎、切り刻んでやる、クソが。ほら、月、
くらい胸元に一閃ガドツ。どうだ、思い知ったか。先へ行こう。まあ、上に上がってか、まずアイテムを調べよう。キーアイテム、これ、これは調べると目ん玉になる。デュークの声だね。あ、一応そうか、デュークがここにいるよっていうのを知らせてくれてんのか多分。もうやつの声は今癒しだからね、あいつの声を聞くと安心する。この鎧着たいよね、この鎧着ればいいのに。でも鎧を着ると動きが鈍くなって、やつらハエだからな、なんか体内に侵入してきそう。これが意味わかんないんだよね。一応調べられるんだけどさ、マジでこういう何にもないものも、まあ、見れんのかな。とりあえず置いとこう、わかんないから。ほらハンドガン。でもあのハエ女はちょっとハンドガンじゃどう考えても対処できないからな。見えない、ない。アイテムは まだあるみたいだけど、ちょっとこれ上とか見てさ、あ、2階からっていうのもあるか。こっち側は壺が置いてあったりなかったり。ないね。この壺とかは、げえ、普通に壊せる。結構細かいな。ここら辺はもうこのナイフ大活躍だな。これはない。へそくりとかあの木の中に入ってたりしないのかな。ない。箱ぼれはないよね。なんだっけ、なんかのさあ作品でさ、ナイフの耐久力があったよね。使いすぎるとナイフ壊れてさ、ナイフ交換しなきゃいけないみたいな。なんだっけ、もう忘れちゃったな。金、この中に金入れとくか。向こう側からすれば、あ、これもしかしたらやつと戦うときこっちから回ってこっちに逃げ出せるっていうことはありえるな。あの時は結構テンパってたから自分がどこにいるのか分かんなかったからね。ガンパウダー、ショットガンの弾はまあいいか。邪魔くせえ、あの前でプラ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 してんの。こいつ何なの、微妙に表情違くない、こだわってる。消えよ。前方に壺がある。この壺をちょっと壊してから行こう。330円で、ここ目ん玉を入れます。さてショットガンに持ち替えよう。来た。今なんだ、これ外に出た。体内に入られた。動けわし。男をバラすのは久しぶりだ。なるほど、オッケー。まずは咲かせる、それから頸動脈を切ってあげるわ。多分ここは一周できそうだな。貴様は死んでからどっちがいい。それは貴様だ。ダメ、もう我慢できない。で一発撃ったら逃げよう。で、いやー、待て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 、ここは繋がってなかったな。まあしょうがない、背にして後ろは取られないことが重要。その調子よ、来い。実態を表してホールに飾ってあげる。貴様が死を迎える。この距離だったらハンドガンでもいいんじゃないか。どうだ、行こう。そして米違った、来たよ。ハンドガンチャージ、後ろは取らせん。
このダンスでいく。ほら、どうだ。30発くらいまでは大丈夫です。いや、20発くらいまでハンドガンで粘るか。おお、怖い。ほら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 、ガード。お前は発生にしてあげる。え、来た来た、まあ、無理だ無理だ無理だ。ちょっと見失ったやつを。いいよ、そうよ、いいわ。右がショットガン。近いな、これは近いな。ちょっと待って、俺の作戦はあんまり良くないな。ちょっと近いから。どんな感じ。俺は女性に噛まれる趣味はない。ノーマルなんだ。一旦距離を取るか。じゃあいいじゃない。何が。この距離だ。手応えはあるな。近い。いけないか。しまったな。後ろを取られるのがまずいんだよな、やっぱり。どこだ。え、ここもアイテム必要なの。いや、待て。ゴハッ、これはもう回復するしかない。ちょっと待って、回復キャンセルしなかった今。これなんかアイテムないのか、どっかに。完璧だ。まずやつがどこで実体を実体化するのかを、つかもどういう立ち位置でいったら距離は取りたいんだよ。だからここ留まってるとちょっとまずい。よって少し距離を取る。ちょっと待って、ちょっと待って、近い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 。うん、わかんねえ。ショットガンの弾がねえ。こそだって弾なくなったらどうすんの。血が騒いできたわ。どこだ。ここはちょっとこっちにいよう。さてそろそろショットガン。どうだった。なんかちょっとひざまずいたけど、タフすぎだろ。弾がないな。外にほんと出れない、うん、どの段階で攻撃当たるか。今当たってんだ。早い。そう、これなんか見ないのかな。スティック動かすみたいなのがあって。お母様は言ったけど美味しいじゃない。え、いけないよね。無理だな。あ、無理だ、やっぱり無理だ。うん、それで。やつが接近してきたらもうガードだろ。でも、ショットガンはもうちょっと近づいて、やっぱりやりたい。どこだ。来た。この距離は、撃つ。さて、ほら、ショットガン一発撃ってもひるむな。本気。どちら。来た。ほら。やべ、弾がね。てか本当これで大体倒せんの。どこだ。あそこで実体化しそうだな。ほら、あの突撃をやっぱりショットガンの弾で阻む。どこだ。あっちか。
撃退っていうか、とりあえずは大丈夫か。うまくいけば3発当てれば作れと言っている。え、こんなに弾使っても倒せない。どこだ、こっちか。これもこれでいけんだよな。作るか。燃やすとかあんのかな。地雷置いてみる。やつがどこに来るかだけど、ここだ、置いてみよう。来い。ちょっと待って、全然ダメじゃねえかよ。ただ地雷が多分近すぎると俺も当たるからね。拾う。くそ、ここだ、ここで地雷置こう。どうだ。強いやつがね。ショットガン4。いや今あっちで来たな。ガードできねえ。くそが、何なんだこいつ一体。たまねまだまだやられません。いる、ちょっと待って、近いな、これは。来た。は、マジで弾がなくなる。まあ作れるけど、まだちょっとクラフトしよう。ショットガンの弾3発だろ。ハンドガンは15発なんだよな。100で15発、1500くらいか、攻撃力としては。5315変わんねえな。変わんねえんだったらこれ1個作ろう。もう1個いける。スクラップ A が2つ。ちょ、あれ書いてあるけどさ、持ってる数、薬液は3個ある。スクラップ Aは4つあんのか。ガンパウダーが9個ある。いけんな。よし、10発いこう。これでなんとかするしかない。ほら、もう一発だよ。え、いけないっしょ。だっていや本当に閉まってるし、ドミトレスクの鍵がん、鍵を取ってとかって、そういうシステム。鍵見つけてやつから逃げるみたいな。ほら、ちょっと。しぶとすぎんだ、貴様。ここにドミトレスクの鍵が必要。あと、だって、なんかあるとすればここだもんね。ただ、なんもない。これなんか、ハエが欲しいんだけどな。そんなことない。なんやねん、マジこいつ。すえ。いや、こんだけ銃弾使って倒す、この序盤でさ、こんだけ銃弾使って倒せない、でもおかしくねえか。これこっち行くとか。そういうのじゃないのかな。でもどうなってんだか分かんねえ。痛い。もう無理だ。いやー、こっちじゃねえな。ってか分かんねえ、マジで倒せないんだけど。ほら、この突っ
込んでくるときに一発まあ当てればひるむんで、どうにでもなるんだけど、自利品だよな。一個作るか。薬液がねえな。弾を作るのに薬液使ったかんね。来たらやるしかない。いや待って待って待って、あっふざけんな、こんなところに、こんなところに、これやっぱ逃げる、ちょっと弾無駄遣いしすぎたな。分かった、剥がして逃げるんだ。ちょっとこれはさすがにもう前段使いすぎたから、このくらいもっと、さようなら、君にこの命を捧げる。俺はどうぞ末俺の命を、これ言ったら多分ねオートセーブになっちゃうから、ナイフで貴様を切ったわだろ。ちょっとなんか渋てえな、イーサンも。やっぱ気づくの遅すぎたよね。つけガハ、あと一発勝ったら死にそう。お前にやろう我が命。これ超きつい。やられた。というわけで、まあちょっとね、割と時間が経っているので、逃げ道をね、とりあえず発見したんで、まあこいつは倒せません、多分。多分っていうか、もうここまでやって倒せないんだから倒せないよ。まあ次回ちょっとまたここからやって、いったひっぺ返して、逃げていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。